サルトルービルは、フランス、イルド・フランス地域圏、イブリーヌ圏のコミューン。セーヌ川沿いにあるサルトルービルは、パリー・ポルト・マイヨから、北西部約15キロメートル地点にある。サルトルービルとは、ラテン語のサートーレス B 社に由来する。サートーレスとは、この地にビッラを開拓した者の,の名前である。これにより、サルトルービルの地はかつて森に覆われ、後に切り開かれたことがわかる。 サンマルタン教会とブドウ畑サルトルービルの歴史は、ガイウス・ユリウス・カイサルのガリア征服直後に遡る。ガロローマ系の農夫たちが、セーヌ川の湾曲部に入植した。彼らは森を切り開いて、高地を作り、ビルラ開拓者の名が、地名サートーレス B 社となった。サルトルービルは長い間ワイン製造の土地であった。ガメ、ノワール、コワ、ムニエ、モリオンといったブドウが栽培され、 リュデ・モリオン、リュガメといった地名が残っている。20世紀初頭に去るトルービルのワインの伝統は途絶えた。鉄道の到来で地元産ワインがフランス南部のワインと競争しなければならなくなったこと。1902年のフィロキセラ流行でブドウ栽培が打撃を受けたことが理由である。現在、ほんの数種類がサンマルタン協会近くで栽培されている。ありがとうございます。